はい。よろしくお願いします。お願いします。いや、寂しいですね、やっぱりね。違いますね、やっぱり雰囲気。なんかふーっとなんか力が抜けちゃうっていうかね。まあ、その気持ち切り替えてですね、はい、やっていかなきゃいけないんで、うん。今日もとんでもないゲストが来てます。来てますか。ぜひぜひいただきます、電話で。はい、楽しみにしてください。イエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りします。市川隆之のイエローカードなんて怖くない。つながったようじゃない。つながりましたよ、高橋さん。はい、つながりました。もう知らないんです。あ、話したこともない。ちょっと今かかってるんで。はい。もしもし。はい。どう、今どこ？誰さん？藤川だよ。誰さん？何やってんだお前。何やってんだお前。知ってるってるお前。誰さん？もう鶴見はいないんだよお前。なんだ誰さん、誰いないですか？福岡にいる。福岡にいるだろ鶴見は。あれ？あれじゃないよお前。あれれれ。長い。ああ、どうも。アビスパの長いと言っていいのか、なんて言っていいのか。これ秘密です。秘密ですか。今どこ？今は福岡です。福岡。はい。ということは。いやいや、今ちょっと福岡でね、ラーメン食べてるんですよ。ラーメン食ってんの？ラーメンを食って、はい、で、会場帰ろうかな。お、仕事帰ってくる。はい。あのね、はい、今、水沼高橋さんがいるのよ。あ、じゃあ。どうも、こんにちは。どうも。どうも、はじめまして。はじめまして。こんにちは。一年、違う水を飲んだ感想は、はい、いや、払い倒しそうです。最高最高。もうお前あれだろ、もうこっち帰ってくんだよな、もうな。はい。おう。はい。で、今は何、引っ越しとかしてんの？そうです、そうです。引っ越し。引っ越し準備してます。引っ越し準備。はい。ちょうどその、アビスパじゃないや。以前はブルックスだから。はい。ブルックスの1年間は。はい。長いにとってみれば。はい。払い倒しそうした状態なので。お前今いっぱい待ってんじゃねえかお前。いやいや、まあ、まあでもほらアビスパも変わってもうオリギンも今日本にいないし。そうですね。別にいいじゃん言ったって。いや関係ないよね。僕もほら、もう大人なんで。大人になった。もう全体の携帯電話に行くから遊びに行くわけじゃない。そんな本当に。あ、元気元気。もう声を聞いてる限りで元気ですね。元気だよ。もうなんか地元ですごいらしいじゃん。もうなんかあれも署名まで来てるらしいじゃん。はい、だからすごいありがたかったですけどもね。もう僕はかなりこれ恨まれてると思います。これで帰ったね。もうでももうしょうがないね。でもね、こっち帰ってたね。はい、将来でもやってたじゃん。はいはいはい。この感じはどうだった？ちょっと、調子を照れくさいぐらいで。本当やっぱり照れくさいのか、はい、なんか、子供の時のイメージじゃないから、すごい、照れくさかったですね。でも弟は全部活躍したよね。そうですね、頑張ってきたね。ねえ。はい。うん。頑張ってましたね。長いはなかなか出てきてなかったよね。はい。楽しい、楽しい試合でした。楽しかった。すごい、気になってた。楽しかった。はい。あ、そう。はい。そうか。はい。福岡の。はい。ドリブルの場所がない。え？ドリブルと戦闘力がない。全然長いのがうまいじゃん。そんなもんです。バランス感覚抜群じゃない。そんなもんです。ああいう選手がどんどん出てくるといいよね。うん。長い。ああ。いつもね、はい、セルジオさんが期待してるよ。あ、そうですか。うん。はい。ああ、頑張れよって。今度ぜひ教えてください。やだ。結構嫌なんじゃないですか。どうする高橋さんから見る長いのサッカーでは。うまいでしょ。うまい。ああいうドリブル感覚持ってる選手いないでしょうね。いないですか。うん。あ、なんで日常生活でもこういう感覚持ってる選手いない。ちょっと待って。なかなかね、だるさもあるね。いいから。いいスペースを下げてくれ。まあ、もう大人になったよ。もう大人になったよ。もうお寿司とかカウンターで食べれる？お寿司とかカウンターで食べれる？いや、それはまだちょっと難しいですね。まだ難しい。最近はいろいろ技を覚えましたんで。どういう？まあ、とりあえず入って、もう、自分から頼むんじゃなくて、今日何入ってるのかな。なんか偉いな、2っぽいんで、最近もうどこ行っても、
ドシッと構えて。うん。一応何入ってんのって。はいはいはい。あ、そう。はい。あの、じゃあ最後に、はい、どんなサッカーをしたいかちょっと、知りたいんですけど。もうとりあえず毎日ね、少しでもサッカー上手くなりたいんで。うん。これしか、まあ、頭ないから。うん。まあ、あの、自分のサッカー追求して、ええね、自分がもっともっと上手くなれば、ね、別に外人にだって負けないと思うし、うん、もっと上手くなって、うん、ね、どん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 サッカーやりたいです。全然違うな、俺イメージしてたのと。あ、そうですか、はい、こんな真面目なやつだとは思わなかった。いや、真面目なんですよ。たまになんか抜けちゃう。たまに、ええ、とんでもないです。はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。はい。藤川貴之のイエローカードなんて怖くない。だって私こっちだもん。あ、でも一応大人だったみたいですよ。初めてでしたよ。初めてだったね。覚えたら藤川君のイエローカードになって、自分はそれライトさん、木南さん出てくれるわけですね。そしたらですね、どうなるんですか、この番組は。この番組これからですね、一応今候補っていうか、もう出演なのって出てる方が石田純一さん、俳優の石田純一、それからブラザーコーンさん、あのニュースステーションのあのカメラってカメラでなってますんで、それ以外に私のアップだけで各界のスポーツ選手がかなり出てくれます。皆さんお楽しみに。藤川貴之のイエローカードなんて怖くない。この番組は森永製菓がお送りしました。